はい、こんにちは、勝俣博物館です。ということで今日ご紹介する展示物はこちら、じゃん、ウルトラマンオーブデラックスオーブリング&オーブカリバーセットということで、はい、こちらはトイザラス限定のパッケージとなっております。で、セットということですね。こちらの、はい、オーブカリバーとオーブリングのセット、あー、ちょっと嫌な予感がしてきました。なんでかというと、前回獣王者のトイザラス限定セットの時買った時には、こうやってパッケージがね、こうやって入ってたわけですよ。うわぁ、なんかそんな気がする。これが2つこの中に入ってるだけだと、まあ、ちょっと悲しいですよね。なんて言うんでしょう。このね、ずれてる。この仮面ライダーみたいに、1つのこの箱の中に全部まとまっててくれると、なんかちょっとまた特別感があっていいのかなって気がします。はい。でも箱がすごく大きいですね。これはもうクリスマスプレゼントにもらったらもうすごく嬉しい。で、裏面がこんな感じ、上がオーブリングで下がオーブカリバーということで、こんな感じで入っております。今トイザラスのホームページで見たら7990円らしいですね。約8000円ということで、開けてみていきましょう。じゃんじゃん。さあ、頼んます。おー！全然嬉しい！これは嬉しい！嬉しい！嬉しい！めっちゃ嬉しい！めっちゃいいね！うん。最高です。2枚ね、上下にこう厚く段ボールが入ってて。これは嬉しいぜ！これは嬉しいですね。うん。僕のね、オーブリングはもうここら辺すごい傷だらけなのでね。これで、新しいオーブリングが手に入りました。そして、オーブカリバー！あれ？でもなんかオーブカリバーここになんか、あれついてなかったっけ？ペリペリって剥がすようなの。これはついてないんですね。ちょっとだけなんか傷が目立つけども。うん。いいでしょう。すごい！これはいいぜ。マジで。そして、カード、シュッと。あ、カードが、まさかの？あ、そういうことか。こっちがオーブリングに入ってたセットと、これがオーブカリバーに入ってるセットですので、こんな感じで入ってるって感じですね。うん。すごい！これは、本当に嬉しいセットでございますね。で、これ発売日がなんと、2016年の11月12と書いてありました。なので、もう、オーブ、あと2話で終わりですからね。それなのに、今、こうやってクリスマスシーズンに合わせて出してくるのか、はたまた人気だから、いっぱい出してくるのかわからないですけども、すごいことだと思います。音声確認をしていきましょう。はい、それでは電池を入れてきたので、電源オン。ウルトラマンさん。ウルトラマン。ティガさん。ウルトラマン。ティガ。光の力、お借りします。太郎さん。ウルトラマン太郎。メビウスさん。ウルトラマンメビウス。熱いやつ頼みます。フュージョンアップ。ウルトラマンダイナマイト。
はい。ということで、一応ね、今回これで遊べるカードで遊べる遊び方できました。ということで、非常にこのセットは楽しいですね。本当に。素晴らしいと思います。それでは、まだでした。